はい、じゃあ次はパンツです。はい、おズボン、ノータック、ワンタック、ツータックとあるんですけれども、ノータックで、ノータックで、はい、はい、続いて脇のポケットですね。まあ、ノータック基本的にはもう斜めが標準なんですけれども、ノータックの場合は横なんかもできます。これちょっと変わったデザインで、うん、いいと思いますね。まあ、普段は見えないところなのでジャケット着てるとちょっとこう遊びを入れても面白いかなと思いますね、こういうところで。まあ、結構使うとかっていう場合はまあ斜めの方がおすすめですけどね。ちょっと鍵入れたりとかなんかするなっていう場合は、あんまりね入れてしまうとね、使わないのがベストなんですけどね、うんうん、横って楽しくてね、いいと思いますよ、うんうん、かっこいいと思います。あれあれ、はい、あたてじゃあポケットは横にしましょうか、うん、はい、はい、じゃあ続いてこちら、はい、あのね帯の仕様デザインなんですけど、うんうん、通常あの帯って、まあ、僕今日ちょうど履いてきてるんですけど、うんうん、これないんですよ、うんうん、こんな、うん、これがなくてここまでで終わってるんで、うんうんうん、ホック一つで、はいはい、ありがとうございます、うん、本部長が、うんうん、ここに、まあ、例えば僕みたいに今日ノーベルトしてない時とかは、うんうんうん、ちょっと格好もつきますし、うん、チラッと見えても、うんうん、であとは結構やっぱり長いこと着てるとここでこうちょっと引っ張られたような感じになってきちゃうんで、それも防げます、このボタン止めは、うん、まあ、ベルトしたら見えへんなるんですけどね。そうですね、だからあんま、まあ、見た目とかではなく、うん、まあ、長くあんま型崩れはしにくくなるかなと、うん、でも工程は増えるよね、ボタン閉めなあかんで、工程は。そうです、一手間増えます、一手間。だから面倒くさがりの方はもう普通の方がいい。そのでなんかあんまり違いますいやかっこいいんで、これ先っちょこう尖ってる方がかっこいいかなと思うんで、こっちにしますね、はい、はい、じゃあ続いて後ろのポケットですね、うん、まあいろいろあるんですけれども、うんうん、標準はこの左ポケットのボタン止め、うんうん、あとはこう蓋をつけたりとか、うんうん、まあここもねあまり使うことはないと思うので、うん、ちょっと変わった感じでいくんやったら、うん、蓋付きで作られると、うんうん、ね、パンツは少しこう、ね、ポケット脇ポケットも横にしていただいてますし、うん、標準的なデザインより変えて蓋付けると、うんうんうん、ジャケット脱いだ時なんかはね結構パンツで、うん、あ遊びあるなっていう感じにもなりますんで、じゃあ任します、これでいきましょうか、はい、はい、はい、じゃあ続いてが、裾おトイレですね裾はシングル、ダブルとあるんですけれども、はい、ね、ありやと思います、うん、なんかね、こうダブルの場合って割とシングルが多かったりはするんですけど、パンツの裾は僕はあんまそういうの気にしないんで、うん、ダブルが好きなんです、うん、最近結構ダブル増えてきてますんで、それダブルで見てみましょうか、はい、お持ちのスーツってダブルとかってあります？まあ、ジャケットも裾もジャケットをダブルは今ないかな。パンツの裾はダブルされたことあります？あります、はい、折り返しのね幅なんですけど、うん、ダブル、はいはい、これも選んでいただけまして、うんうん、まあだいたい標準は4とか、うんうん、3.5 とかなんですけれども、うんうん、あんまこの辺もわからないですかね、ピンとは来ない、うん、昔 3.5 してたことはある。あ、今はねどちらかというとちょっと幅は広めが多いんですよ、4とか、うん、もっと広い 4.5 とかが多くはなってるんで、うん、4ぐらいでいきましょうか、
はい、はい、じゃ裏地は最後に行きますね、はい、ちょっとボタンを、あー、はいはい、ボタンは一番重要かなと。そうですね。生地がこちらなので、はいはい、結構いろいろね、うん、あるんですけどではない、ね、僕がいいかなと思うのは、例えば同系色はもちろん合います、うん、まあ、例えばこういう感じの、うん、一番無難に言ったらこれです。あとは紺は茶系ですね、あ、うん、この辺、うん、とか逆に、まあ、これは今の合わせ方っていうのはもうどっちかというと落ち着いた、うん、もう本当にカチッとした、うんうん、あの見た目になるんですけど、ボタンをねちょっと、まあ、前に6つつきますんで、はいはいはい、結構目立ってくるんで、カジュアルに行こうと思ったらこういう、うんうん、まあ、明るいボタン、うん、この辺とかも綺麗だと思いますし、もっといくとこっち、この辺り、ただまあ茶系はあまりこう茶色いと、うん、全部やっぱり統一感出してあげた方がいいので、ベルトとか靴も茶色にしてあげた方がやっぱ見た目はね、うん、バシッと決まるんですけど、逆に黒とかで、まあ、あんま気にするしないはあるんですけど、合わしづらくなっちゃうかなっていうのはあるので、あと一個僕はいいかなと思うのはこういう、うん、海王さんとかね、うん、そういうのしたことがない、もうこっちか、うん、こっちかな、うん、この、うんうん、また直感でいきましょう、ここは、これ、あ、こっちかな、どっちも綺麗ですね、うん、どっちも間違いなく合います、うん、でこっちかな、こっちで行ってみましょうか、はい、じゃあボタンはこのこっちか、こちらのボタンでお付けします、はい、じゃ問題の裏地ですね、はい、裏地は結構いろいろあるんですけれども、はい、まあ、定番な感じの裏地はこういった、はい、うん、無地の裏地で、うん、後ろの方にこういった柄裏地なんかもございます。でこっちは無地ですけれども、うん、まあ、素材がねキプラという素材になるので、うん、まあ、滑りとか発色が非常に良くなります、うん、あとこっちの辺は、うん、うん、ストライプ系ですね、うん、可愛いですね。そうですね、うん、柄がねチェックなので、そっかそっか、そうなんですよ、若干、うん、違和感が出てくる、若干ごちゃごちゃするかなっていうのは正直やそうですね、あります、うん、だ例えば、うんうん、シルバー系であったりとか、うんうん、これまあ渋めの赤とか、うん、この辺は綺麗だと思います、うん、それとかこういうね面白いなと思うのは、あ、すいません、こんな、うん、玉虫、角度によってこうね色が、これちょっと分かりにくいけど青っぽく見えたり紫っぽく見えたりする、うん、この辺りとか昔はクランコンガンでしたね。あ、そういうタイプですか。
学ランちょっとやんちゃしてた方ですか。いや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 ちょっとかなり普通より短めの、逆に長めの、ちょっと長めの、あーなるほどなるほど結構みんなしてたんですかね、うん、みんなしてましたよ。あ、そうなんですか。みんなしてました、はい、普通の学ランでちょっと卒業式を迎えたのでみんなしてましたね、はい、やっぱその中尾さんの時代はみんなそうするんですね。そうそうそう裏地はまあまあこんあたりかな、うん、これはなんか大人な感じですね。渋いですねこれ、うん、これおすすめですね、うん、僕は、うん、これでいきましょうか、はい、いきましょうか。じゃあ裏地はこの大人の男を演出する赤じゃないですねこれはもう、あのバーガンディというか、なんかもうかっこよく言うと、うんうんそんな聞いたことがない色かなというはい、はい、サクッとデザインはじゃこれで決まりましたので、はい、まあ、あとは採寸をしますんで、まあ、ここは僕の腕次第という、はいはいはい、ことになりますので、はい、いや、ただいま、おかえり、おかえりなさいませ。ヤンキーだったんですね。え、いやいや、ヤンキーやったね。いやいや、そんなことない。中乱ですか、長乱ですか。中乱ですね。中乱ですか。か僕の予定ではちょうど悪かった時期ですよね、多分。もう荒れてましたね。あれで、はい、ノートガラスとかなかったでしょ。ないですね。ね、はい。そんな時点で、ビーバップの時代ね。そうそうそう。ご出身は大阪ですか。大阪は森口ですね。あ、じゃあもうずっと地元で。そうですね。森口は、そうですね、ちょっと悪めの乗り切りだと離婚なんでね、うん、バイク乗ってありました。バイクまでやってみます。あー、うん、お酒飲むのがあるね、うん、うちの師匠のお店はね、60年か、はい、もう大阪で初めてああいう焼き鳥をやったっていう設定なんで、あ、そうなんですか。高原寺横丁、はい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 、鶏っていう鳥屋さん、はいはい、ああそんなんあるんですか、はい、あれ知ってある人はもう知ってはるんですね、うん、言うたら、うん、業界も、そこに修行に行きはったんですか、はいはい、師匠ということは、はい、そこから仕込みから全部教わって、うん、鶏のさばき方から丸まむ鶏をさばいて、ほんなそこに行く人らは、うん、みんないずれは独立っていう感じで勉強しに行きはるんですか。もちろんもちろん。給料出るんですか。出ます。鳥だけにスズメの涙ほどっていうやつ。ああ、うまい。あ、来た。すぐ発、今日発で。あ、そうなんすか。はい、で入って何年ぐらいでちょっとくじけそうになりました。入った瞬間にくじけそうになりました。いや、なりますよね、多分。こんなしんどいもんかと思ったでしょ、うん、でそれが慣れていくわけでしょ、うん、で今もそれを続けてはるわけでしょ、はいはい、麻痺してますよ、はい、うん、多分他の仕事そんなしんどないですよ、うん、飲食はそれがしんどいからな、うん、気軽に店閉めれないですもんね、うん、中さん、どの部分が一番、あ、それ聞きたいですね。プロから一番おいしいとこって気になりますよね、うん、やっぱりね、手羽。あ、そうなんですか。手羽な、あの甘いやつ。いや、お塩焼きで、ね、唐揚げとかじゃなくて、はいはいはい。で、うち、あの手羽レンコンっていうのをちょっと自分で考えて、うん、手羽餃子みたいな感じで、はい、中にあのカドマレンコンを入れてるんですね、今。あ、はい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 。で、その食感を楽しんでもらう。なんかパリパリという、ポリポリというか、うん、あ、それでホームページ載ってます。翔さん出しといて。手羽レンコン、手羽レンコンよろしく、手羽レンコンよろしくお願いしますみたいな。鳥丸オリジナルで、休みはあの祝日に、あ、日祝になりますんでよろしくお願いしますそれ以外ならもういつでも来てもらって結構。何時まで入ってるんですか。12時ラフ動画で1時まで。すごいなそれ。ほんで結局ダラ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 何やかんやでも3時4時になるってこと、うんうん、すごいな。すごい体壊さないでください、はい、うん、たまにはあのお酒も抜いて、健康にあの徹してほしいのかなと思いますけど、はい、真川さん今日名刺もらって、はい、あの気になったんですけどこれ、はい、これ名刺これあるでしょ、はい、このなんで笛の女の人ですのこれ。これね、うん、あの
門真ってレンコンの産地なんですよ。門真レンコンっていう。あ、そうなんですか。うん、でこの葉っぱがハスの葉っぱなんですよ。ほう。でそれの妖精っていう。へえ、うん。あ、そうか。なんかあの地域で、うん、あのラジオ出てるはたりする言いますもんね。門真って結構意外とあれなんですね。あのそういうこう地域を大切にしてはる人多いんですね。そうですね。もう僕ら飲食店元気塾っていうのが、うん、飲食店の立場からその地域を盛り上げていこうっていう、そういう活動もしてまして。代表なんですね、深澤さんが、はい、元気塾の、はい、それ門真のいろんな飲食店が集まって、うん、なんか企画したりするんですか。そうですか、うん、あの一番大きなイベントっていうのは、あの今食べ歩きの見歩きのイベントでバルっていうのが、これを門真で立ち上げました。あ、そうなんですか、はい、立ち上げるってすごいですね、うん、門真バル、そう、門真元気バル。へえ、またそんなこと言ってくださいよ、はいはい、俺行きますわ言うたら、うん、もう門真って教習所しかない思ってたいやいや、そのバル行きたいですよ僕。バル来てください、はい、はい、広告出せるな。ああ、カドマに？カドマ、カドマに見てたんだからね、うち。そうですね。あ、そういうこう雑誌とかにこう協賛で、カタログがあるんで、各あの店舗の紹介っていうか、はいはいはい、あの参加店舗の紹介を、はい、あのバルメニューっていうのを各店舗に用意してもらうんですね。ワ、は、ン、い、ドリンクワンフードで、はいはいはい、まあお得な500円とか、はい、1000円とか、はい、そういうのをカタログにして。あの参加する方々にお配りしてるんで、それ の, あの広告をあの皆さんにちょっとお声掛けして協力いただいたりしてるんで。何店舗ぐらいあるんですかバルは。今回この間やったのが173店舗。すごいそう可能なのそうやってのありますよ。あの飲食だけじゃなくてもう町おこしていこうって、町おこしをしていこうっていうので、あのケーキ屋さんであったり和菓子屋さんであったりクイックマッサージのお店であったり花屋さんであったりっていう、そういうのも含めて、うん、てくれてはるんで、これ ラジオもこうよく喋られる、うん、出ましたけど、はいはい、そのラジオはどういうところにこう自分のところのラジオ局を持ってるわけじゃないんでしょ。そのあの FM 花子っていう森口門真 のコミュニティ FM が あるんですか。あるんで、どこ出して出してFM 花子です。 FM 花子ですか、はい、あそこで時々呼ばれるんですか、はい、でこう店の宣伝とかされるんですか、うん、バルの告知であったりとか、うん、まあまあそんな話で面白いです。以上ならまあとサイズだけやね言うたら。そうですね、はいはい、中川さんも今日仕込みがあるということで早く帰らなきゃいけない時間も迫ってまいりました、はいはい、完成の時にそうです、はい、あのお待ちしておりますので、はい、どうも皆さん今日はあのプレゼント企画、1年、祝1年のプレゼント企画かな、はい、の、お客様として、中川さんに来ていただきました、皆さん、鳥丸門真でやっておりますのでぜひ、お越しください。どうもご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。オーダースーツ M2 プラント、フライデーフットボールスタジアム、毎週金曜日夕方2時35分ぐらいから僕西川大輔が FM802 で担当しております。で M2 プラントさんと一緒に、まあ、いろんなそのスーツとサッカーを交えて番組を届けてますので、はい、皆さんぜひ聞いてください。よろしくお願いします。